うまく打った、セカンドの頭を越える、カメラは三塁キャンバスを回った、センターからバックホームされる、ホームはクレスプレーになる、どうだ、1点返した、2点目、日高センター前に持っていきました。カブレラも懸命に走ってホームに帰ってきました。2点目、まあ、アウトカウント、そして打球の飛んだ位置考えると普通であれば完全にもタイムリーというシーンではあるんですが、ですよね、はい、この位置から陽のバックホーム、いいボール返ってきたんですが、カブレラ足の方が速かった。これはちょうど天井のカメラよくわかります、足がしっかりと入っています。でもこうやって見るとどうなんですかね、まあ、タイミングは全然セーフですけどね、はい、ちょうどブロックのところにこう足がかかってたりしますからね、なんかちょっと見てはいけないものみたいな気はしますけどね、まあ、プロ野球の場合はよくあのタイミングでね取ったりしますからね、判定をね下される場合があります、